さっき味見したスイカのケーキ、美味しかったね。あ、あれもレムビリトンの料理らしいよ。確かに、こっちではあまり見ないかもな。公共のケーキか。きっと何かしら思い入れもあるんだろうね。それを贈られるリーダーも幸せ者ってやつかな。リーダーもみんなもいろいろ大変だったから、あのケーキを囲んでパーティーでもするといいよね。ノーパーティーノーライフだからさ。そうだな。しかし私たちもリーダーに何か送んなくていいのかな。まあ今日のところはいいさ。まあ一気にたくさんもらっちゃっても困るだろうしね。それにこうしてみんなの贈り物の手伝いをしたってことで、間接的に私たちからの感謝の気持ちも入ってるとかって感じでどう？ああ、そういうことにしよう。よし、じゃあオッケー。それじゃあ私たちもアジトに帰ってみんなでパーティーしよう。みんなも帰ってるかな。ケーキ味見したからかアップルパイも食べたくなっちゃったな。テキサスは帰って何食べたい？いつもの。はあ、いつものクッキーね。まだあったっけな。